ちは。こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、大谷選手、はい、シーズン終わりました。いや終わったけど、あの夢を見せてもらったというかな。今シーズンそうでしたね。まあ、期待したことは、はい、まあ、とりあえず、うん、まあ、ピッチャーをやらないということで、はい、まあ、DH 専念ということで、まあ、バッター1本でいったらどれだけの数字を残すかっていう、はい、まあ、ものすごい期待感があって、うんうん、まあなんか期待感は大きく超えてくれたというかさ、もう行きましたね。行ったな。メジャーというか野球の歴史を塗り替えましたね、はい、記録を。まあ、そうだな、はい、歴史を塗り替えた、大きく塗り替えたよな、はい、で54本の本塁打に、はい、まあ、59の盗塁、はい、本当だったら60でもよかったんだけどな、ちょっと取り消しがあったからな、はい、いやだけど、まあ、打率も4厘差ぐらいだったろ、はい、そうなんです。最後トリプルスリーは達成してんだよいやいや、トリプルスリーじゃないよな、もう次元、なんかもう次元がちょっと違う感じのとこ行ってるよな。なんかトリプルスリー来てえって なるぐらいですよね。まあ、そうだな、うん、いやだからその数字をさ見ると、はい、本当にとてつもない、はい、まあ、能力を発揮してくれてるというか。そうですよね。で1番バッターで途中から、うん、打点を戻るんだよ。あ、そうです、そうです、1番だよ。一番ですよね。普通打点ってクリーンアップですよね、ほぼな、はい、まあ、3番4番、うん、まあ、5番とか、はい、まあ、クリーンアップが取るけども、うん、やっぱなんか驚き、はい、桃の木三種の木ってよく言ってたけどもさ、はい、まあ、だけど、うん、大谷の本当のすごいところ、はい、ね、はい、でまあ、数字すごいよ、すごいでしょ、うん、で本当のすごいところって、はい、ダルビッシュが対談で語ってんだよね、うん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 、まあ、ちょっとそれを見てほしいと思って、はい、ご覧ください。僕は大谷君のすごいと思うところはそこじゃなくて裏の部分です。日々の過ごし方、どういうふうなものを食べているのか、そこがすごいんですよ。そこが見えてるから、そこを見なきゃダメなんですよ。出ないと大谷君には近づけないです誰も。あそこばっかりすげえすげえってなって憧れの目で見て、いやでもそれに目指さなきゃいけないわけじゃないですか。あんだけすごいホームランって、みんなそれ打つ努力をするべきなのに、そこばっか見てすげえってみんな話してるわけで、だから僕はあそこには驚かないです。すごいのはもちろんだけど、うん、そこじゃないっていう、まあそこをやってるから、うん、あ、そのホームランが打てるんだなっていう、うん、もちろんそれだけなんだよね。そうです。だからそのジャンプの仕方見てもそうだし、トレーニングの組み方見てもそうだし、じゃ栄養の取り方見てもそうだし、それはああなるよねっていうのは思います。才能はもう素晴らしいのはもちろんですけど、うん、それプラスそこがあるんで、それをつけてるっていうのがまた面白いね。いやもう全部だって、もうそれはその大谷君のトレーニングとか栄養とかを見る機会テレビでないじゃないですか、うん、今それ僕その権利があるわけだから、なんでじゃあ見ないんだっていうところだと思う。それはだって経験が一番大事なんで。ということで、はい、やっぱね、まあダルビッシュなんかは本当に裏の世界というか、はい、あの大谷の裏の部分を見てきてるから、うん、多分こういう数字を残しても驚いてないんだろうなっていうような気もするし、うん、はい、だけどそれを見せないところが、ダルビッシュは記入してるみたいだけどね書いてメモしていってるらしいけど、いやでもそれはダルビッシュの今後の野球人生の、まあ、おそらく財産にしようと思ってると思うんだけどもね、うん、はい、こういうこうなんて何をしてるかっていうことを、今のその大谷に憧れてる選手たちがいると思うんだけどもね、はい、そういう人たちにこのぐらいやんないとできないよとか、いや大谷だからこれでできているけど、うん、もっと大谷に近づきたいんだ、もっとやらないと他の人はできないのかもわからないし、うん、いやだからその裏で何が行われているのかっていうのをさ、まあ、見たいよな。見てみたいですね。いやプレーはもういいわもうね腹いっぱい見せてくれたというか、そうですよね。いやこれからも、うん、なんか素晴らしいプレーを見せていくんだろうけども、はい、なんか今年お腹いっぱいになっちゃったみたいな、うん、だから どのぐらいしかめ面でね、はい、まあ、ダンベルとかバーベルとか、うん、上げてんのかのとか、はい、まあ、そういうものも見せてほしいなと思うけどな。そうですよね。あとはね、今年の初めにちょっとねごたごたというかああいったことがあって、出だしがちょっとあんまり、はいはい、あのスタートが良くなかった、忘れてた、そうですよで今年大丈夫かなと言っていたんです、精神的にな、そうなんです、全
関係なかったというか数字だけを見ると、うん、そうだね、まあ、もちろんいろいろあったと思うんですけれども、多分ねお金のない人が、うん、ね、あれだね二十何億って持っていかれたら、はい、うん、もうがっくりしちゃって、ま、できない、うん、あり余ってるから多分もう何の不安もなく専念できない、いやだけど、うん、やっぱ人間的な絡みでねずっと信頼してた人に、はい、まあ、そういうことがあって、うん、まあ、本当にショックだったと思うんだけど、それを支えたのがやっぱ奥さんだろうなと思うよね、うん、デコピンと。そう、あ、大きいと思いますね。いや、やっぱいいタイミングだった、やっぱうついてんだよ、うん、持ってんだよ。それありますね。あ、なんか人生の運というか流れのつかむ運持ってますね。持ってるよ、これ大事ですよね。それはねショックだよ、うん、うん、いやだからまあでもそれを跳ねのけてね、はい、何事もなかったのに、もう本当にむしろいいことがあった、まあもちろん結婚があったから、はい、いいことがあったんだろうけども、うん、もう微塵も見せなかったね、そういう不安っていうのが。そうですよね、だからすごいなと思って。あとはあれだけの金額のその年俸であったり契約をもらってドジャースに行って優勝しなければいけないというプレッシャーの中でドジャースの1年目でこの成績で歴史塗り替えるって、まあ、ドジャースの記録も塗り替えたからな。そうなんですよ、これってどういうあれなんですかね。神経だろ、言いたいのはどういうし、その言葉を使っちゃいいのか、ね、悪いか分かんないけど、どんな神経してるのみたいな、どういうメンタルでそのモチベ、まあどうしてんのかなっていう。でもねこれ変に聞こえるかも分かんないけど、うん、子供が野球が純粋に好きで、はい、お金とか全く関係なくて、うん、ね、あの一生懸命やって、うん、誰よりもすごくなりたくて、はい、その延長が大谷じゃないかなっていう。だからお金とかいくらもらってても、うん、関係なく、うん、そのなんていうの、犬がいたら可愛いって、はい、ね、犬の始球式が一番緊張したみたいな野球は自信あるよみたいな、はい、僕自信あるからみたいな、うん、ね、だからもうやるよみたいな。だからなんかね、お金に振り回されてないんだと思うよ、うん、そうです、その野球が好きで、うん、純粋に取り組んでることがこの結果につながってるっていうふうに思うんだよね。そうですよね、うん、だからその野球に対しての思いっていうのは一点の曇りもないというかさ、うん、お金がどうのこうのとか、うん、まあ、そういうことじゃない、はい、ね、家族がいて、うん、ね、好きなアスリートって言いますかって、いや奥さんだよって、うんうん、ね、いや女房もアスリートだからって、うん、いやもうそのぐらいなんかこう家庭も大事にし野球も大事にし、うん、なんか素敵だなと思うけどもね。ですよね、うん、あとその自分に制限というかリミットをかけないというか、これできないじゃないか無理だからやらないとかじゃなくて、その制限をかけずに、まあ、まあ、やってみるんだとりあえずね。普通人間挑戦するんだよ。そうですね、人間ってこれも無理だからこっちの A パターンじゃなくて B で行こうとか C で行こうとか、そういう風になってくるはずのところをどうすごい、いやじゃあ全部できるからさ、やろうと思ったことが、うん、だから守らせてもすごいと思うよ。センターでもライトでもやらせたらすごいプレイヤーだと思うよ、守備範囲から何から肩から、うん、まあ、レーザービームって160キロ投げるんだから、まあ、確かにレーザービームどころじゃないよ。そうですよね、バシバシしますね。いや危ないよ本当に、うん、いや本当に、いやだからまあその能力的にはもうリミットって言ったけど、うん、かけるところもないし、はい、それはまあもうできるものがあればもうどんどん挑戦していくというね、うん、まあそういう大谷の姿っていうのもすごく美しく、うん、ね、好感持てるしね。そうですよね。いやだから本当に今年は充実した、はい、また奥さんをもらった年にこんな成績が残せてね、うん、まあ良かったなと思うよ。ですよね、うん、でも来シーズンからはピッチャーになりますけれども、はい、まあ、バッターとして立った時に例えばそのホームランの飛距離であったりとか変化とか本数はもちろん減ってくるかもしれないと思うんですけれども、何か来シーズン変化また成長っていうのは豊さんどういったところに期待できそうですか。まあ、一回こういろんな壁をぶち破ってるからさ、バッターとしての、それとみんな大谷って一本でいったらこのぐらいの数字残しちゃうぜみたいな、そういうこう一つのこうバリアを張れたというのがさ、
それはでかいなと思うよ、うん、ピッチャーやる上でね、はい、うん、ただやっぱこうそれが基準になってくるとすごくきついとは思うけどね、成績の基準がね。そうですね、うん、だからまあそこら辺はこうピッチャーやりながらだから、うん、なかなか今年のようなバッティングにはならないとは思うけども、うん、だけどそこを大谷はどうしていくんだろうっていう、はい、まあ、楽しみがあるよね。きっと彼なら何かやってくれるだろうという、まあ、そうだな、うん、だからもうね、俺思うけどやっぱもう MVP だよ。そこなんですよ。だから DH で MVP を今過去に取ったことがね、うん、ないっていう、はい、その歴史まで塗り替えるかどうかっていうことだよね。そうですよね。これアメリカの野球専門誌ベースボールアメリカが日本時間の10月1日今シーズンのメジャー全体における年間の MVP を発表しました、うん、これは専門誌です。でヤンキースのジャッジ選手が選ばれて、ドジャースの大谷選手は2年連続での受賞とはならなかったんですけれども、実はこのベースボールアメリカで MVP を取った選手が MVP を取っているんです。直近4年間、2021年が大谷選手、22年がジャッジ選手、23年大谷選手、そして24年ジャッジ選手と。なのでもしかするとというのも今言われていて、ちょっと厳しい難しいのかなという、まあ、ジャッジ選手が取るのかなと。まあ、野球ってさ、まあ、DH っていうのが最初なくてね、はい、まあ、途中から歴史的に導入されてきて、うん、それでやっぱり野球という根本は、うん、やっぱこう投げて打って走って守ってって、はい、その守りという部分での貢献も含めての MVP っていうのを決めると、はい、いうようなことだから、だから大谷は1回も守備についてないじゃないかっていうこともあるんだよ、うん、はい、でも大谷が打席に立った時にアメリカのファンたちもスタンディングオベーションで MVP のコールをしてくれる、うん、これはやっぱ嬉しいし、だけどやっぱそれだけ厳しいことなのかなっていう裏付けをするとね、はい、裏を考えるとそうなのかなとは思うけども、うん、まあ、だけどあれだけ、まあ、社会現象とか、はい、あれだけインパクトを残したバッターって、じゃあ過去にいるかっていうとさ、うん、やっぱそうではないと思うしね、はい、うん、で40-40だったら6人ぐらいいたと、うん、全く未知のところに行ってしまったわけだから、そうですね、これはやっぱりね MVP は上げてもいいと思うけどな、上げなきゃ俺いけないと思うけどな。そうですよね。ただそのね、メジャーリーガーがどういうふうに、まあそうだね、はい、どういうふうにそれを評価するか。ただ多分大谷選手は MVP とか賞よりもやっぱりメジャーでのナンバーワンという優勝っていうところと、うん、そらそうだ、あと記録をやっぱり作れたっていうところに趣を置くのかなっていう、まあ、記録もね、まあ、通過点で、うん、ああそうなんだっていう、うん、そこだと思うよ、はい、ただやっぱ WBC でね世界一を取った時に、うん、あれだけの大谷があの喜び方グラブを投げ捨てて、はい、ね、だからやっぱ勝ちにドジャースに来てるし、うん、だからやっぱ勝たなきゃ意味がないっていうのを大谷選手は一番知ってる選手だと思うよ、はい、あの時 WBC の決勝の前に戻しますけれども、はい、あの本当名言となった大谷選手の言葉、うん、あの僕から一個だけと、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたり、センターを見ればマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたり、野球をやっていたら誰しも聞いたことがあるような選手たちがいると思う。憧れてしまっては超えられないので、僕らは今日超えるためにトップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけを考えていきましょうと、うん、これ、非常に、ね、取り上げられて、ま、この言葉もあって日本が世界一になったと、ね、で今大谷選手はその憧れられる存在となっています、まあ、そうだな、はい、でいろんな記録を今年メジャーで作ったわけですけれども、この言葉と今の大谷選手の位置とその存在、豊さんは野球選手であったりこれから野球を目指す子どもたちにどういうふうなことをここから伝えていきたいですか。憧れるのはやめましょうって、じゃないと超えられないよって大谷選手自身が言ってるんですもん、うん、言ってるけど、うん、憧れちゃういやいやだけど、うん、だけどやっぱりこう最初は憧れから入ると思うんだよね、うん、でもなんかいや手応えを感じた時から、うん、やっぱ憧れは捨てて、うん、やっぱ超えていけるような選手が出てくると
それはまたすごい選手が出てくるようなことになるよ。そうです、ね、だからそれはねアメリカのメジャーリーグって、うん、それの繰り返しじゃないのかなと思うよ、うん、まあ、例えばその親父が偉大であっても、はい、それを超えていく息子たちがいる、うん、ね、それは最初は親父を尊敬し憧れにしてた、うん、でも途中からいやいけるぞと思ったという瞬間から憧れを捨てて、うん、これは抜きにかかる、はい、だからもう なんていうのライオン社会だよな、うんうん、だからこう子供は旅に出すみたいな、はい、でも会った時には食うか食われるかの戦いをするっていうね、うん、だからやっぱ大谷に憧れてたら大谷がもうそこでストップするし、はい、ね、だから最初は憧れてもいいけども途中から憧れを捨てて抜きにかかるっていう選手が出てくることをなんかこう見たいな。そうですよね、その時におそらくきっとまた大谷選手に並ぶそして超えていく選手が日本から生まれてくれるんじゃないかなっていう、まあ、もちろんね、まあ、メジャーでもいいよ、うん、メジャーでもいいと思うよ。でもその人に超えた時にできればインタビューしてみたいな。最初は憧れたと、でもその途中からっていう言葉があれば、うん、こうなんていうの、その憧れた大谷が言った言葉っていうのが、はい、やっぱこうなんていうのかずっとつながっていくのかなって思うよね。そうですよね、だからスポーツの世界もそうですし多分ね一般の世界でもやっぱ憧れから入るけれども同じフィールドに立った時にはもうライバルであり それはもう戦う価値にいかなければいけない相手なので、ね、っていうことですよね、はい、なんか本当に大谷選手はね今年あのなんか人生の家訓とかポスターに、うん、あの置いて奮い立たせるサラリーマンが増えたとかいやそうだよ、もうずっとそうだよ。ポスターなんか貼っとくと、うん、なんかモチベーション上がるらしいらしいですよね、やりましたよね動画で、ね、いやだから俺高速をこう走ってくるときに必ず大谷がいるんだよ、うん、その時こうやって手を上げてこうやってるからいやいや本当にモチベーション上がる頑張ろうって今日思いついて、うちの女房に送ってきた時こうやって礼してるからお前何したのって言ったら、うん、いや大谷君がいたからみたいななんかもうみんなそんな存在になってるんですね。でもね、なんかこう人生というか野球界だけではなく日本の何かこうね皆さんの心にもこう明るくそして勇気づけるような、そうだ、はい、シーズンになったんじゃないかなと思います、はい、まあ、あとは、うん、ね、ポストシーズン頑張ってそこです、まだ終わってませんから ね、はい、うん、勝ちにいってってほしいなと思うね。でそこで MVP 取ってほしいですね。そうだな、うん、世界一になって、はい、はい。